F-35 シリーズの導入が進む一方、垂直離着陸機として知られるハリアー E が姿を消しつつあります。同機と後継機たる F-35B は全く別物ですが、主に離着陸という観点からだと、どのような違いが見えてくるのでしょうか。どこまで違う？イギリスが開発し、垂直離着陸を確立したハリアー。艦載機型のシーハリアーはフォークランド紛争で活躍し、一躍世界にその名を轟かせました。その後、改良型の AV-8B ハリアー E が登場し、アメリカ海兵隊を中心として各国で運用されました。2015年より、後継機種として F-35B の配備が開始されましたが、どのような点が異なるのでしょうか。アメリカ海兵隊で長年にわたり運用されている AV-8B ハリアー E。湾岸戦争やアフガニスタン紛争などで活躍し、海兵隊の強襲揚陸艦にもヘリやオスプレイと共に搭載され運用されています。そのハリアー E の後継機種として F-35 シリーズの中で垂直着陸が可能な F-35B が開発され配備が始まっており、2017年には山口県の岩国基地に配備されました。この時の配備先である第121海兵戦闘攻撃飛行隊 BMF-121 は FA-18D ホーネットからの機種更新で、またアメリカ国外で F-35B が配備されたのは初めてのことでした。強襲揚陸艦での運用、離着陸方法の違いとは？2017年5月には、岩国基地にローテーション配備されていた第31砲撃飛行隊、BEMA-311 の AV-8B、ハリアー E がアメリカへ帰還し、岩国基地における同機の配備は終了しました。日本における AV-8B、ハリアー E の任務は F-35B へと引き継がれます。AV-8B、ハリアー E と F-35B は強襲揚陸艦での運用が前提となっています。同艦は地上部隊の揚陸が主任務となるため、空母のように機体を射出するカタパルトやフックを用いて、短距離で機体を停止させるアレスティングワイヤーが装備されておらず、そのため運用される航空機は短距離離陸と垂直着陸が可能な機体となります。AV-8B、ハリアー E は、垂直離着陸と短距離離陸で運用する V/S トール機、バーティコル、ショートテイクオフ&ランディングで、一方 F-35 バイトは短距離離陸と垂直着陸で運用するストブル機、ショートテイクオフ&バーティコルランディング。つまり AV-8B、ハリアー E は運用上、垂直離陸を行いますが F-35 バイトは行わないということです。しか
かし AV-8B、ハリアー E は、実際には、ほとんど垂直離陸を行いません。なぜなら実戦で武装した状態で垂直離陸を行うと相当な燃料を消費するため、運用効率も悪く、さらに不整地からの垂直離陸は砂塵を巻き上げエンジンが損傷する可能性があるからです。そして F-35B も機能的に垂直離陸は可能ですが、上記の理由から V、ストールではなく、当初からストブルとしての運用を想定しています。米海兵隊の戦闘機は、すべて F から35バイトに、F-35B は、コンピューター制御により、自動で垂直着陸を行うことが可能で、難しいと言われている AV-8B ハリアー E の垂直離陸に比べるとより安定性のある運用が可能と言えます。またハリアーにはできなかったクタールコンベンショナルテイクオフ&ランディング通常離着陸運用が可能となっています。F-35B は多用途性を備えているマルチロール機でステルス性能も有します。これまでアメリカ海兵隊に配備されていた FA-18、ホーネット、EA-6、プラウラー、AV-8B、ハリアー E が言ってきた。任務すべてを遂行できる能力があり、将来的には、海兵隊の戦闘機は、すべて F-35B に置き換えられる可能性もありますが、当然コストの問題もあり、当面は併用して運用されていくでしょう。